ビズこんにちは、天羅万象久保田雅で人、まあ、一,一倍空を見上げることが多い私なんですけどもえ先日東京・六本木の街を歩いていたら頭の上にですね、大きなリングあの日傘に気づきました明るい太陽本体が映り込むとゴーストと呼ばれるレンズに映る光の反射が出ますので太陽を高層マンションで隠して、まあ、スマホで写した写真です。 漢字二文字でこれ日運あるいは日傘と読みますけども英語ではハロとも言いますで今日この後は馴染み深い日傘と読んでいきたいと思いますもう一枚こちらの写真ではこれ太陽を隠している丸みのあるビルはあの有名な六本木ヒルズですまあこうしてみると日傘には虹のような色づきがあるのがわかりますよね 私はですね日傘はそうですね大体1年に10回ぐらいは見ていると思うんですけども基本的には天気がゆっくりと下り坂に向かってまあそれまで晴れていた空に高いところに薄い雲が現れてきたような時に見えることが多いんです。ねですから日傘は天気悪化の前兆ということができるんです。 で太陽の反対側に現れるあの鮮やかな虹がですね大気中に浮かんでいる水滴液体の水が引き起こすんですけども一方日傘はもっと高いところに浮かんでいる氷の結晶氷床にもいくつか種類がありますけども日傘を見せてくれるのはこのようなシンプルな六角柱をした氷床で学術的には 六方焼と呼ばれるものなんですねで、水の分子は表彰になるとき六角形方向にくっつきやすい性質があるんですこの六方焼の角にですね枝が伸びていくと皆さんおなじみのあの雪の結晶へと成長しますさあ六方焼をご覧のように真上側から見ればまあ、右の方ですけども正六角形ですこれに横から光が当たるとどうなるかと こういうい角度で日光が差しし込むとしますすると氷の表面に斜めに差し込んだ太陽光線は屈折するんですけども含まれる色の波長によって曲がる角度が違うので虹のように幅を持ったスペクトルになりますつまりプリズム効果です。こうして三角形のプリズムの一部だと考えると、まあ、なんとなく分かりやすくなる気がします。 空気中に浮かぶこの六方章も,もちろん好き勝手にな方向に浮かんでいますので、えー、実は光の屈折パターンというのもたくさんあるんですね、まあ、その中で一番色鮮やかなあスペクトルが出るのは先ほど説明したような角度で光が入った時なんですね、まあ、ただこれ以上細かいこと言うとややこしくなりますから、えー、ここまでにしますけどあの私たちが一番よく見かける六方章のマジックというのは、まあ、あのその日傘ということになるわけなんです。 で、この傘はですね。太陽を中心として日傘ですけども、角度で2 2度離れたところをこうぐるっと回る取り囲む形で現れます。そして稀にですけども、また違った現象が現れるんです。この写真はアメリカのネブラスカ州で撮影されたものですけども、中央の太陽の両側に明るい光の斑点が見えますよね。位置的には？ 日傘の太陽とほぼ同じ高さの左右2箇所が強く光っていますこれは幻の太陽と書く現実と呼ばれる現象なんです太陽高度の低い朝や夕方日傘の出やすい気象条件の時に現れますところでこの写真が撮られた時にもう一つ珍しいものが出ていたんです太陽と現実のずっと上の方 色鮮やかな虹のようなものが見えています。ただ虹とは向きが反対逆さですけどね。これは、観天頂アークと呼ばれる現象で、やはり六方章が作り出す光の演出です。で英語でアークというのは、円の一部を意味する個、個を描くの個のことなんですね。でアークを個に置き換えた漢字だけの呼び名もいくつもあります。まあ、これですけども、観天頂個、天頂間、天頂個と、観天頂アークの光の個は、 これ実は頭のてっぺんを中心としたそこから描いた円の一部として現れるんです日傘や現実よりも虹のような色彩がはっきりしているのが特徴です確かにそんな感じですよねで時々現れるこうした現象なんですがもちろん昔の人もいろいろと記録に残していますこれはですね太陽に付随する現象あれこれをまとめた19世紀の版画です 太陽の周囲内側の円がいわゆるさっきから話をしてる日傘ですでその外には滅多に見られない外側の日傘外雲も描かれていますで幻の太陽現実これ1,2,3,4,4つもありますよねでこちら同じく19世紀のこちらは水彩画です一番上に逆さに時間転調悪がはっきりと描かれていますまあ、一度にこれだけ見えたらそれは壮観なことでしょうね まあ昔の版画とかですね絵画はちょっと劇的にえ描いてる気がするんですけど現代風に主な現象を集めた CG を作ってみましたまあ実はこれで全てではなくてまだ淡い光の現象というのは他にもあるんですけどごちゃごちゃになりますからまあちょっと省いてみましたで今日ご紹介してきたもののほかに「タンジェントアーク」というものとかですねいくつか新しい名前のものがありますよね。 その中で一番下の、あのー、横にぐーっと伸びている貫水平アークというものに注目してください。これは空の条件が揃ったときに太陽の地平線からの高度が五十八度以上高いところにあると見ることができる大きくてしかも色鮮やかなアークなんです。こちらをご覧ください。これはですね二千十九年四月に長野県諏訪市のゴルフ場で撮影された貫水平アークなんです。鮮やかですよね。 水平方向の大きさが特徴で左右の幅が角度で100度を超えることもあります太陽が高くなる5月から7月にかけて現れやすいアークです少し天頂方向に沿っているのが見分け方です、まあ、今見てきたような大気中の珍しい現象を起こすのはですね、これ太陽に限らないんですね例えば月でも満月のような明るい月なら起こすんです ただ、日傘に相当する月の傘以外は光が弱くて、あまり肉眼で見ることはできません。では、月の傘、月の写真を見ましょう。肉眼では薄ぼんやり見えるだけなんですけども、カメラで露出をかけるとくっきり写っていますし、ちょっと色もわかりますよね。でこれ左側をアップにすると、オウシザのプレアデス星団、スバル星と一等星のアルデバランなんかがわかります。 まあこの辺りを背景にした満月というと星好きな人間私などもそうですけどもああこれ11月の満月だなということが分かったりするんです日傘現実アークそして月の傘とまああの双眼鏡も望遠鏡もいりません晴天から天気がゆっくり下り坂に向かうときそれをですねそのタイミングを天気予報で確かめてあとは根気よく空を見ていきましょう きっと素敵なリングや不思議な光に出会えると思いますまあそのうちに天田万翔でした最後までご覧いただきましてありがとうございますテレビ東京の経済ニュース経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてくださいどうぞよろしくお願いいたします